私から夏目さんに。あら、ああ、夏目さんだったらいつものところに。いつものところ？これは違う、これも違う。ハッピーホワイトデー、夏目さん。弥勒由美子がカツオをお届けに参りました。夏目さんでしたらあちらに。もちろん。海の中に？まだ3月ですわよ。私もそう言ったんだけどね、まだお返しを取り切れてないんだってさ。ジェラシーですか、フーさん。メモメモ。なんで私が。メモすな。違うわよ、また風邪ひかないか心配なだけ。はあ、でも夏目さん、男装も素敵でしたけど、泳いでる姿もかっこよくて見とれちゃいます。アンズ、あんたマッキーよ、その感想。でもわかります、何かに夢中になっている姿は普段より輝いて見えますからね。私、カツオのたたきを持って参ったのですが、どうしたら。あれ、でも夏目さんは男装したんだし、誰のためのお返しを探してるんですか。いえ、あのカツオ。さあ、チョコいっぱいもらったみたいだし、他のクラスの生徒にじゃない。ジェラシーですか、フーさん。違う、そもそも男装とか私は別に、お返しだって特に必要なかったわけだし。フーさんと夏目さんってチョコは交換したんですか。いや、交換というか、夏目が買った材料を調理してうちで食べた。あ、いつきも一緒によ。あ、なんだかいいですねそれ。なるほど、そういうやり方もあったんだ。メモメモ。メモをブームにするのやめない。いただきます。夏目さん、ハッピーホワイトデー。高知のカツオをご賞味くださいまし。うん、美味しい。ふう、これワカメ。ああ、はいはい、ワカメね。ワカメはいいから、これで体拭いて。いいですね、この流れるようなやりとり、まるで私とワカバちゃんみたい。一緒にしないでほしい。チョコレートもあげる、男装もする、そしてさらにワカメまで、これは満点ですよ。やっぱり何かしてあげたい気持ちを実行に移せるのが真のイケメンなんですね。ワカメは自分のためだと思うわよ。男装は堪能しましたが、真のイケメンが中身だというのには大いに賛同します。どんなに外見が整っていても誠実さが伴わないとお人形と同じですから。その点若葉ちゃんも。ああ、残念、聞きたかったのに。私の若葉ちゃんトークを遮ったバーテックス、皆さん、わかりますね。わかってるわかってる、ちゃんとやっつけてくるって。いざ出陣でございますわ。よく来たね、勇者のみんな。ハッピーホワイトデー。出たな、赤峰ゆ。今なんと言った。今日はバレンタインデーのお礼をする日。もらいっぱなしじゃ悪いからね。何を企んでるのか I don't know だけど、ずいぶんまともなこと言うじゃない。こう見えても律儀な太刀でね。今日は二人のユーナのために大量のバーテックスを用意したから、たっぷり味わってよね。大量のバーテックスですって。恩をあだで返す気なんですか。聞いた、ゆきちゃん、聞いた聞いた。赤峰ちゃんからお礼なんて感激だね、高島ちゃん。喜んでる。赤峰ちゃんの気持ちに応えるためにも張り切って倒しちゃうぞ。
の椅子どこまで持つか楽しみだよ。みんなおいで。うわ、空を埋め尽くす勢いで向こうから敵がどんぶらことやってくる。赤峰、お姉さま、そんな顔しないで。さあ行くよ。迎えて勇者パンチ。空から無数に、私が頑張らなくちゃ。あんた危ない。トマチ先輩、怪我しなかったか。安心しろアンズ、どこにいてもタマが守ってやるからな。ありがとう、タマチ先輩ってばイケメン。にゃはは、何を今さら。タマはアンズの世界一だろ。うん、世界で一番かっこいいよ。やっぱりイケメンは中身だね。どりゃあ。あ、今さらっと失礼なこと言わなかったか。このバーテックス背中に何か、あ、マシュマロを積んでる。うわ、撃ち落としたら地面にベトベトネバネバしたものが。うわあ、足を取られ。うわ、大丈夫か。ふう、あ、うん、大丈夫、ありがとう。許さないよ、このままみんな甘いマシュマロに埋もれちゃえばいい。なんてことを。重迫撃砲装填準備。こんなお返し高島さんには一つも味わわせるもんですか。正直愛憎の入り乱れ具合、戦うべきかメモするべきか、それが問題だ。いや、悩むとこじゃないでしょ、そこは。えいやー、メモメモ、そいやー、メモメモ、ちょいさー、メモメモ、どっちかにしろ。じゃなくて、戦いに集中しなさいよ。殲滅完了です。ふぅ、ちょっと手こずっちゃったわね。ま、質より量でやれるとは思ってなかったけどね。ありがとう赤峰ちゃん、ホワイトデーに私たちのこと思い出してくれて嬉しかったよ。高島さん、敵にお礼なんて。ああ、ゆうなちゃん、地面に落ちたマシュマロ食べたりしてない？大丈夫？ゆうなさんでも、それはとっても美味しかったよ。食べたの？ううん、赤峰ちゃんの気持ちがあったかくて美味しく思えたってこと。樹海化が解ける。勝負はお預けだね。それじゃあ、ちょっと待った。ちょっと待った、コール。お姉さま、まだ何か。これをお前に。は、大きな貝殻。チョコレート美味しかった。ハッピーホワイトデー赤峰ゆうな。な、あのチョコ食べてくれ。食べたの？敵からもらったものなのに。ああ、海の香りがした。どんなチョコだよ。それでお返しに貝？耳に当てると波の音が聞こえる。それは貝の記憶、懐かしい海の音。ロマンチストだな、お姉様は。懐かしい海、
か。優しい波だね、赤峰ちゃん。もう行くよ。次はこんな遊びじゃ済まないから覚悟しておいてね。そうする。さよなら。海に潜ってまで探していたのは赤峰さんへのお返しだったんですね。寒い。寡黙で律儀なロマンチストの残念にひる。肩書き増やしすぎですよ、夏目さん。でも嬉しそうだった。よかったね、赤峰ちゃん。しっかし、罪の断層もかなり板についてきたよな。恥ずかしい。みんなでやるならともかく、どうして私だけ。いつき先輩すっごく喜んでたよ。いいお返しになってよかったね。そうやっていつも乗せられてしまう。精神の鍛錬が足りないのかしら。そんなことないって。罪は中身も外見もイケメンだぜ。からかわないで。そんなこと言うなら銀もやればいいのに。私が男装ってあんま変わり映えしなくないか。美濃さんは私たちのお嫁さんだから、可愛い格好しててほしいな。お嫁さんってまだそれを言うか。いつまででも言うわよ。それは花嫁姿の銀、とっても可愛かったもの。うひー、やめてけれ。ほら、恥ずかしいだよ。普段はかっこよくて、いざとなると可愛い。美濃さんは最強女子だね。逆のがよくない？普段は可愛くて、いざとなるとかっこいいって方がさ。それはワッシー。私はそんな、かっこよくなんて。かっこいいよ。え？なんていうのかな、いつもは女らしいけど、戦闘になったらバッチリ決めてくれてさ。そうかしら。それはその子も同じで、普段ふにゃーっとしてても変身したらさすが私らのリーダーって感じ。照れるぜ、みのさん。オラも照れ照れだべさ。おい、銀の焼きそば一丁上がり。わー、いい匂い。いただきます。でも本当に良かったのか、ホワイトデーに焼きそばなんかで。うん、私銀の焼きそば大好き。この香ばしい出汁の香り。ソースですけど。俺の頃うまい。ワッシーは断層、美濃さんは焼きそば。私は何をお返ししたらいいかな。もういいんじゃない。なんだか誰が誰に何をしたのかよくわからなくなってるし。そうだよ、結局はさ、みんなで楽しく過ごせるだけで超幸せだからいいじゃん。そっか。やばのあり。ねえ、これ私たちの恒例にしない？白い日には銀の焼きそば。毎年だと飽きるんじゃないか。飽きないよ、みのさんの焼きそばずっとずっと毎年食べたい。私も。料理人料理に尽きるね。よっしゃ、そんじゃあ来年も焼きそばな。約束。